けど、ユーラット川の支流の西洋別川ってなります。で、だいたい河口から17キロぐらいかな、上流に当たるところになります。で、さっきあの民間の孵化場、だいたい6割ぐらい放流している孵化場をさっき見ました。で、この後皆さんが行くところが、北海道区水産研究所八雲事業所という、まあ、いわゆる昔のお国の、ね、国立のあの孵化場に見学に行きます。で、今日も聞くと思いますけど、温度、自石温度標識っていうね、そういうことをしっかりやってるのがあっち側になります、ね。で、魚をめちゃくちゃ増やすっていうのではあっち側の民間の方が、担ってるっていう形になります。で、大体ですね、この予約前には例年だと10万尾ぐらい、遡上してきて、そのうち3万尾ぐらいを卵を取ったりしてます。ただここね、数年ちょっと縦の土壌が良くないんで、数が減ってきてるという状況ですね。それではまず最初にですね、水温を中野くん、家の中野くんに、測ってもらいたいと思います。ギリギリのところです。手突っ込んで何度ぐらいか感想を見てください。寒い温度を言ってください。冷たい何度数字を言ってください。15度。15度。3度。中野君、まずあの、真ん中あたりの水温を、はい、6.9度。今7度って言った人いましたから、大体合ってますね。で、次これ今これ川の流れてるメインのところを測ってもらいました。で、次に、石の中、仮称の方測ってください。はい、刺すとどれぐらいだと思いますか。刺しとる。3度。さっきの温度に高いと思う人、低いと思う人、同じだと思う人、はい、どれぐらいですか。7.2 度です。7.2 度。で、まあちょっと高いですけど、大体これ今回ほぼ同じと思ってください。ということは、どういうことかというと、今あの鮭ってよく教科書的には湧き水のところで孵化するって言ってるよね。湧き水だともっと温度高いんですよ。 10度を超えるくらい、10度近かったりとかするんですけど、今回は 6.9 に 7.2 でほぼ同じ。これどういうことかというと、湧き水ではなくて河川浸透水って言いまして、あのこの川の、ね、中の石の隙間を川の水がブーンと上がってくる、通ってくる。だから川の水と、川の、ね、メインの水温と底の水温が同じってことは、同じ水が流れてると思っていいってことがあります。で、これが例えば湧き水のところですね。そこだともうちょっと温度が高くなる。で、河川水温はこれどんどんこれから寒くなってくると、どんどん冷たくなってきます。で、さっき寒いとこ好きだとしても、あまり冷たくなるとさすがにダメになっちゃいますんで、後期、遅い時期に産卵する個体ほど、湧き水のところを探して、産卵するんですけど、この辺は、一応、湧き水というよりは河川浸透水を利用して、産卵していくっていうね、環境になります。